こんにちは。スイス在住元バックパッカーのベンネです。今日はですね、在宅ワークをこれから始めていきたいという方に向けて、いきなり5万円を稼げる方法をお伝えしたいなと思います。在宅で稼いでいく人を考えている人でも考えていない人でも、これを知っているかいないかで数万円得するか損するかというところが変わってきます。動画の前半ではそのからくり、半ば以降では具体的な例を挙げてどのようにするか説明していきたいなと思いますので、知らなかったという人は早速試してみていただきたい内容になってます。ぜひ最後までご覧になってくださいね。さて、アフィリエイトというと広告収入のイメージがあると思います。ただ今回ご紹介するのは、ブログにバナーを貼って広告収入を得るあのアフィリエイトの話ではありません。今回紹介するのは自己アフィリエイトになります。別動画でポイ活で稼ぐ方法というのをご説明しているんですけれども、ポイントサイトでも可能な自分でサービスを利用することでポイントだったりキャッシュバックだったりをもらう方法というのを自己アフィリエイトというふうに呼びます。今回ご紹介する A8 ネットというサイトではポイントではなく実際にお金を貯めるサイトです。で、A8 ネットのすごいところは即時支払いっていうのができるところなんですね。サイトの支払いサイクルに応じて翌月まで振り込まれるのを待たなくても2000円以上あれば即日その振り込み申請をすることができるんですよね。ですので在宅ワークでできるだけ早く現金化したいっていう人にはいいサイトだと思ってます。また自己アフィリエイトの種類が多いのもポイントです。これは登録無料のアフィリエイトサイトなんですが、登録用の URL はこの動画の下に貼り付けておきますね。開くとこんなページに行きますので、まずはここにある緑のボタン、アフィリエイトを始めてみるのところから無料登録してみてくださいね。もしくは A8 ネットと Google で調べると出てきます。登録ができたらセルフバックというボタンを押してください。すると自己アフィリができる案件がずらっと出てきます。内容は月によっても変わるんですけれども、まずはここでできるものっていうのを探していきましょう。でクレジットカード作成はこちらでも高額キャッシュバックを狙いますし、それ以外にも無料体験をすることでお金をもらえたり、商品を購入してその商品代金を返金してもらえたりすることができるんですね。例えばこちらは3月にログインした時のものになるんですけれども、 U-NEXT の無料トライアルのセルフバックですね。でこれは有料動画配信サイトなんですけれども、最初の1ヶ月は無料で見ることができます。セルフバックで申し込みをして1ヶ月無料で動画を楽しんで、そして継続せずにキャンセルをすれば2000円もらうことができるんですね。でもちろん動画を見ずに1ヶ月以内に解約しても2000円もらうことができます。またこちら先月のものなんですけれども、 FX の口座開設です。で特別報酬3万円とありますが、 FX の口座開設というのは毎月いろいろな会社がキャンペーンでセルフバック報酬を上げてきますので、それを狙うと高額還元が期待できます。 FX って聞いたことあるけど、まあ、やったこともないし口座なんて開設するの怖いなって思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、実際何も難しいことはありません。普通の銀行口座開設と同じような手続きと思っていただければ大丈夫です。また口座を開設した場合によってお金がかかったり、勝手にご自分の銀行口座からお金が出金されるということはありません。で口座開設の条件に一度だけ取引をすることっていうのがあるところがあるんですが、例えば1000円入金して1000円を一瞬だけアメリカドルに変えて、さらにもう一度日本円に戻して、それを出金して自分の口座に戻せば、もうそれだけで取引をしたことになるんですね。でそれだけで2万円とか3万円もらえるんだったらいいバイトなんじゃないのかなというふうに思います。こちらは引っ越し一括見積もりですね。別に引っ越しをする予定がなくても見積もりをするだけでいいので誰でもできます。キャンペーンなくても700円のセルフバック報酬になるんですが、このように期間限定で2000円になっていたりする案件がちょくちょく上がってきます。できればこういう期間限定ものを狙って高額還元を受けていくと効率がいいかなと思いますね。こちらは商品のお試しセルフバックです。でこういうセルフバックも多いんですよね。これは豊潤サジ、こちら初回申し込みの場合1本1000円で申し込みができるんですけれども
ども、これを申し込むと1300円のセルフバック報酬を受け取ることができます。で、私もこの豊潤サジ実は申し込んだことあるんですけれども、すごく健康に良さそうな味でした。かなり濃縮された柑橘系の味なんですけど、オレンジジュースに混ぜて飲んでましたね。で、これはドリンクなんですけど、化粧品のお試しなどお試し商品のセルフバックっていうのは結構あるので見てみてくださいね。やりたいセルフバッグを見つけたら、それをクリックすると成果報酬や成果条件などを見ることができます。で、そのページの一番下にこのようなセルフバッグを行うというボタンがあります。で、これを押していただくと公式ページに飛ぶんですけれども、セルフバッグは基本的に1案件につき1回しかできませんので、通常このように1回のみ申し込みができますというような記載があります。あとは公式ページに飛んだら、通常の流れで申し込みを完了すればセルフバッグ終了としてエア8ネットで反映されます。で、このセルフバッグを行うのボタンを押さずに自分自身で公式ページからこの商品申し込みをしたりすると、セルフバッグ報酬が反映されなくなってしまいますのでご注意くださいね。私の LINE アットでは在宅ワークの情報をもとにためになる情報を配信しております。在宅ワークを考えておられる方はぜひこちらから友達登録してみてくださいね。また YouTube でも引き続き初心者向けの在宅ワーク情報や海外生活や旅についての情報を配信していきたいと思っております。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。